は、パサンの2ということで、このような問題を考えていきたいと思います。円の直径が1寸のとき、正方形の一辺は何寸かという問題です。じゃあちょっとヒントを与えてるんで、動画を止めて皆さん考えてみてください。では解説に入ります。四方円の中心を C とし、円に円形を取ります。そして、正方形の一辺を A、小円の半径を B としてあげると、まずこの AB っていうのは正方形一辺の長さから小円の半径を引いてあげるので A-B になります。BC っていうのは、四分円の半径と小円の半径を足すので A プラス B になります。そして AC の長さはこれ正方形の半分の2分の1ですよね。なぜかというとこの円を四分円を半円にしてあげると垂直に通りませんので2分の1となります。で、三角形 ABC は直角三角形なので三平方の定理を使ってあげると